フロリダ州ペンサコーラ出身の年齢は27歳ですね。1988年のですね、ソウルオリンピックのライトミドル級銀メダリスト、そしてプロへ転向してですね、93年5月バーナード・ホップキンスにその判定勝ちで9位の IBF 世界ミドル級タイトル獲得。このタイトル一度防衛した後ですね、94年11月、ジェームス・トニーに12回判定勝ちで IBF の世界スーパーミドル級タイトル獲得、こういう2階級制覇したんですね。そしてこのタイトル5度防衛してます。戦績が33戦全勝 29KO、まあ、非常に体にバネのあるですね、はい、そのスピードがあるそのパンチのある選手ですね、はいはい、ということでこちらにバネを持ってきていただきました。ちょっと簡単に説明していただきたいんですが、そうですね、よく解説中体のバネっていう申し上げますけど、ええ、これまあ一つのバネですね。これ大きな力をかけないとその変形しない、これを硬いバネって言います。柔らかい力でも小さな力でもその変形するのを柔らかいバネ、はい、言うんですけれど、そのボクシングで大事なのは復元力なんですね。こうした時にいかに復元するか、その復元の速さの、例えばダッキングする、持っていくと、この復元の速さっていうのがこれ体のバネの大事なところなんですね、はいはい、ロイ・ジョーンズにはそれがあります、はい、そのロイ・ジョーンズに3階級制覇しましたマイク・マッカラムが挑戦します。こちらのプロフィールもあります、はい、ジャマイカ・キングストン出身ですね、まあ、同じ鳥年生まれなんですけれど、まあ、一回り上の39歳です、はい、戦績が53戦49勝 36KO 3敗1引き分け、WBA の世界ジュニアミドル級タイトル6度防衛、ミドル級タイトルを3度防衛、その後ジェームストニーと2度戦ったんですけど、まあ、1敗1引き分け、その後ですね、94年7月ジェフ・ハーディングに判定勝ちして WBC の世界ライトヘビー級タイトルを獲得して、まあ、一度防衛したんですけどファブリス・トヨゾンに敗れたと。まあ、この選手は非常にボクシングがうまくてですね、ボクシングの教科書みたいなボクシングしますね。そうです、まあ、年齢39歳でもベテランで老獪の選手ですね、はい、さあ早速ご覧いただきましょう。先ほどと同じリングですね、昨年の11月22日会場はアメリカフロリダ州タンパにありますアイスパラスのリングです。WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦、ロイ・ジョーンズ対マイク・マッカラムの一戦です。 Wearing the red trunks, black trim, weighing 173 pounds, he is undefeated in 33 professional bouts, 29 wins by way of knockout. He hails from Pensacola, Florida.階級目を目指しますロイ・ジョーンズ。His opponent in the blue corner, wearing the powder blue trunks, white trim, weighing 175 pounds. His professional record, 49 victories, 3 defeats, 1 draw. He has 36 wins by way of knockout. He hails from Kingston, Jamaica, but now makes his home.In Las Vegas, Nevada, former WBA junior middleweight champion of the world, former WBA middleweight champion of the world, former WBC light heavyweight champion of the world, Mike the Body Snatcher McCallum. かつてこのタイトルを持っていたこともあります。マイク・マッカラム、返り咲きになりますか。まあ、ニックネームはボディスナッチャーですね、まあ、ボディスナッチャーっていうなんか SF 映画昔あったらしいんですけれど、まあ、要するにボディ打ちの名手っていうことですね。ボディパンチャーです。さあ浜さん、はい、この強打のロイ・ジョーンズに対してベテランマイク・マッカラム、どんな試合を見せてくれますか。どういう道を見せますか。マッカラムは避けるのがうまいですからね、ロイ・ジョーンズ工夫しないとパンチは当たらないと思いますね、まあですけど今のロイ・ジョーンズのバネを見てみたいもんですね。そうですね、はい、さあこの会場名イベントです。フロリダ州タンパ WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定12回戦です。こちらがベテランマイク・マッカラム39歳と言われています。まもなくゴングです。ゴングが連打されました。試合開始です。第1ラウンド、赤のトランクスが
人気者ロイ・ジョーンズ。まあこの日はセミファイナル名イベントとも好カードですね。そうですね、バレラ、ジュニア・ジョーンズ、そしてこのロイ・ジョーンズ、マイク・マッカロン。この観衆ですけども、会場アイスパレス、観客は1万2000人です。まあアメリカにしてはこれすごいですよね。ヘビー級ではないわけですからね。そうですね、ヘビー級ではアメリカよく入りますけれども、やはりそれだけこのロイ・ジョーンズの人気があるということでしょうね。それがバレラ、そして、まあ、あのフロリダ州、地元でもありますよね。なるほど。いつものようにマッカランの静かな立ち上がりです。まあ、はい、失礼。あの体つきはですね、やはりそのスーパーミドル級から上げてきましたね、だからまあこの上のクラスのタイトルを取りたいためにライトヘビー級を上げたわけで、原力、体重があるわけじゃないんで、体はやはりあのマイク・マッカランの方が一回り大きいですよね。右を持っていきました。今の当たり見ましてもかわすのがうまいマイク・マッカラム。本当に山田さん、いぶし銀という感じのマッカラムですよね。いや本当そうですよ、何でもかんでも吸い込むような感じあるんですかね、吸い込む、吸収するっていうんですかね。どんな強いパンチが来ても吸い込んでしまって弱いパンチになってしまう感じはあるんですね。逆に言うとこうスターのように光るような感じではないんですけども、クロート好みと言いますかね。いい試合をします。細いテクニックだったら本当に一級品ですね、この選手は。ただやっぱり、一般の人、専門家以外にも分かりやすいというのはあくまでもやっぱりノックアウト派手さですよね。そうですね、そういうところではまだ、派手にやるところはちょっとないかもしれないですね。一方のロイ・ジョーンズはご覧のような筋肉がついています。先ほどスプリングバネが登場しましたが、まさにそんなような体。ロイ・ジョーンズ、88年のソウルオリンピックのライトミドル級の銀メダリスト、華やかな道を歩んでいます。お互いテクニックのある選手同士ですから、フェイントの掛けやってますね。ボディを打ってきます。小さくこう視線を動かしたり首を振ったり、いろいろなことをします。ロイ・ジョーンズも十分注意を払っているような感じです。第1ラウンド終了しました。さあこの第1ラウンドはどう見ました？私はですね、このラウンドお互いに有効ではなかったと思います、そしてその2番目の構成ですね、より手数を出してたのは私はマッカラムだと思います、だからあえて振り分けるんだったらこれはその私はマッカラムにつけたいと思います。ああそうですか、はい、これはちょっと浜田さんにも伺ってみたいと思います、第1ラウンドどう見ますか？あのですね、ロイ・ジョーンズ、下がるところあって、クリーンヒットなし、マッカラム攻める意気込みありと、いうことで私もマッカラムですね。ああそうです、第1ラウンドが終了しました。 WBC のライトヘビー級の暫定王座決定12回戦ですが、あの日本のように構成をですね、あのその取ると、まあ、あのダメージ構成を取るというその採点方式では今のラウンドは確実に10対10になると思いますね、ああそうですね、確かに差はそれほどつけられないと。先ほど私39歳と言われているという表現を使ったんですけれども、まあいろいろ言われているようですね、年齢に関しましてはね、一説にはですね 3,4 歳その、もっと年取ってるんじゃないかという噂があるんですけどね、まあ、私どものスタッフがラスベガスに行きましたときにあるジムであの取材することができて、直接訪ねたんですが、その時の返答は39だったんですよね、でも小泉さんは違う情報も持ってらっしゃいまして、まあ、それも信憑性があるという、ね、そうですね、まあ、デトロイトのクロンクジムへ、元あの日本ミドル級チャンピオンのセンリマ・ケイソク選手、まあ、私がアレンジして行かしたんですけど、その時あのマッカラムからは自分は本当は3つぐらい上なんだということを聞いたことがあると、まあ、そういう情報もあります。まあ、これぐらいの選手ですからその辺の神秘性を、ね、持っていたが、なんとなくいいような気がしますが、まあ、全体的に海外の選手あんまり年齢は気にならないかもしれないですね。そうなんでしょうね。さあ第2ラウンドも1分が経過しています。
ただ39歳でないと一回り上の同じ鳥年っていうジョークが成り立ちませんから、はい、まあ、一応交渉のレコードブックに載ってる1956年生まれにしときましょう。じゃあこだわりましょう、鳥年ということで、はい、右、あ、うまく持っていました。ジョーンズ殺してますけどね、今のもね、やっぱりあの普通の一般の方が見たら入ったじゃないかというような見方もできると思いますが、よくあの殺すという言い方をしますけれども、浜さん、実際殺すというのはどういう感じ？例えばですね、あの当たったことは当たったと、ええ、その当たり方なんですよね。当たり方をまともに、打たれたらやっぱり効きますよね、はい、よろしく。それが下がりながら打たれるとまたダメージが違うわけですよ、はい、そういった、まあ、あの余計損なったにしてもそういった打たれ方をするのがマッカランなんですね。向こう側でミゲル・ディアス、パットマンがいろいろ手を挙げて指示を多分送ってると思うんですが、そうですね、あのミゲルさんっていうのはあのかつてですね、あの浜田さんの後輩の葛西選手、あるいは八尋選手のトレーナーしてたこともありますね、まあ、ラスベガスのベテラントレーナーです、はい、連続した攻撃を見せます。マッカラン、この辺の攻撃は効いてないんですよ、はい、みんなブロックされてますね。かわしてかわしてボディに一発左を持っていきました。マッカラン、ジョーンズもブロックします。あ、やっぱパンチの速さ、ジョーンズの方が速いですね、まあ、このラウンド中盤2度いいワンツーが浅かったんですけどクリーンヒットしましたよね、ロイ・ジョーンズです、はい、3階級制覇を目指しますロイ・ジョーンズ。一方3階級制覇ということになると先輩ということになりますが、マッカラン、第2ラウンド終了です。このラウンドはその、まあ、浅いとは言いながらクリーヒット、そのワンツーあの顔面にもボディにも当たってますから、私はロイ・ジョーンズのラウンドにします。そうです、はい、まあ、この試合はいろいろな意味で戦前から注目されていたんですが、あのこういきました話題に今直前になっているのがジャッジの問題ですよね。これ6人いるそうですね、リングサイドには複雑な問題があるんですね。皆さんご存知のようにラスベガスはですね、非常にまあ世界のボクシングメッカですね、だからこの州はですね、そのレフリーとジャッジ1人を自分の州で任命できる、はい、その権利があるんですね、これはまあそのやはり力の論理 です、ね、ラスベガス州、ネバダ州に力があるからですよ、ところがこのフロリダ州のコミッションもですね、レフリージャッジは全部自分のところで指名すると、はい、で WBC とですね大揉めになったわけです、で WBC は独自に3名のジャッジ、ところがその、この試合中のですねフロリダ州、これも別に3名そのジャッジして、で実質そのフロリダ州のジャッジがやってるらしいんですね。ああ、 WBC のジャッジはどこに座ってるかというと記者席に座ってスコアしてるらしいです。そうですか、はい、つまり、まあ、それら全部のジャッジを含めますと6名がこの試合を、いろいろな方法から見ているということになります。ミドスレート、細かいパンチ、ハンドスピードはさすがのものがあります。それをかわしかわし入っていく、真っ赤なもさすがです。ロイ・ジョーンズ、いろんなパンチを打ちますからね、大きいパンチも打つと思えば機関銃みたいに手だけのパンチも打ちますからね、いろんなパンチ打つんで、対戦相手からするとパンチの予測がつかないんですね、はい、ロイ・ジョーンズ、かつてはミドル級、そして続いてはスーパーミドルタイトルを手に入れています。今度はライトヘビーを狙ってきました。赤のトランクス、いい動きを見せているロイ・ジョーンズ。小泉さん、あの確認なんですけども、ミドル級からスーパーミドルに上がるときはミドル級のタイトルは返したというか、あの返上したわけですね。そうですね、ただこの時点ではですね、そのロイ・ジョーンズですけれど、IBF のですね、あの、スーパーミドル級タイトルはまだ持ってるんですね、はい、これは WBC のですね、暫定王座、決定戦ですよね、団体が違うわけですね、はい、これマイク・マッカラムからその試合中ちょっとあのヒストリー申し上げますけど、マイク・マッカラムはですね、そのジェフ・ハーディングに勝ってですね、WBC ライトヘビー級タイトルを獲得したんです。ところがですね、これファブリス・キヨゾに敗れたんですね、はい、ところがキヨゾがですね、防衛戦できないためにその前チャンピオンですね、このマイク・マッカラムがこの、ロイ・ジョーンズと空位決定戦を行う、こういう経過なんです。あは
まあ最近のこの WBC のライトヘビーのタイトルはちょっと分かりづらい変遷をたどっています。まあ暫定選手権というのはですね、まあ世界チャンピオンの系譜っていうのをするときにちょっと複雑ですよね。そうですね。残り20秒です。エキサイトマッチではハーディングとマッカラムが対戦して、マッカラムが世紀の王者になった試合はお届けしたんですが、それ以後ちょっとお伝えすることができなかったのでブランクになります。一度防衛して、はい、その後そのフランスのですねファブリス・ティオソンに敗れたんですね、はい、第3ラウンド終了しました。まあ、このラウンドを私はロイ・ジョーンズのポイントにしますね。まあハンドパンチ手打ちなんですけどね、はい、ハンドパンチだったんですけれどその手数出してその中その当たってるのがありますね、はい、だからまあポイントとしては私はジョーンズ、まあミゲルさんはですねそのビンビンとそのもう左ついていけっていうふうに言ってますね、はい、マッカラムっていうのはね左の当てるのうまいんですよ。一方ですねロイ・ジョーンズは体にバネがあって一つの動作から次の動作へ移りますね、はい、だからそれが非常に敏捷で速いですね、はい、最初申し上げたその復元力っていうのがありますよ体に。だからそのマッカラムのパンチを外してますね。さて続いて第4ラウンドですが、もう一度くどいようですけどもタイトルの変遷をここでご紹介しておきたいと思います。非常に複雑ですので何回かお伝えしないとわからないかと思うんです。まあもともとオーストラリアのジェフ・ハーディングが長期間怪我のため一時はマイク・マッカラムが暫定チャンピオンでした。で、ハーディングとマッカラムが対戦しマッカラムが世紀の王者となりました。これはお伝えしました。でその後先ほど小泉さんおっしゃった通り一度防衛の後フランスのファブリス・ティオゾがタイトルを獲得しました。そのティオゾが体重苦のためまあ今回のこの暫定王座決定戦になったということですね。そうなんですね。だからまあ暫定チャンピオンだったマイク・マッカラムとその正チャンピオンだったジェフ・ハーディングがその戦ったわけですね。それで正チャンピオンになって、はい、ところがその一度防衛した後ですねそのまあファブリス・ティオソンに敗れたんですね。まあこれは WBC のまあ独特のものというか WBC が認めている暫定というこのルールなんですけれども、浜さん、はい、ちょっとややこしいルールともありますね。まあそうですね、ですけど、まあ苦肉の策かなというふうにも思いますけどね。あとやっぱりチャンピオン不在のままそのというわけにもいかないのでこう流れを作るためにも必要なのかもしれませんね。お客さんあってのプロボクシングっていうのもありますからね。それとチャンピオン、まあ、タイトルマッチというのは大事なんですけどチャンピオンのいないまんま空白を作るのもまた問題ありますよね。そうですね。身に合わせていきますロイ・ジョーンズ。よくまあ昔世界チャンピオンがですねその防衛戦しないということで剥奪がありましたよね、で区位決定戦とかあります。ところはですねこれ2つの論理があるんですね。ボクシングの世界タイトルっていうのはリングの上で受け渡しされるもんでそういう剥奪なんかすべきでないという意見と、それからですねその、まあ、さっき浜田さん言われたようにです、ね、世界チャンピオンが防衛できないって言ってそのままほとくとそのボクシング不活発になりますね、他の挑戦者たち、がですねその世界タイトルそのマッチやりたいのにできませんね、可能化することもできないですということでですねそこで暫定王者っていうのを作ってですねそれで正チャンピオンが回復してきたら正チャンピオンと暫定チャンピオンとの間でその決定戦を行います。まあこれは WBC の一つのまあこれも一つのメリットありますね。そうですね。浜さん、はい、この4ラウンドの両者の動きはどうですか。まあロイ・ジョーンズがいろんな動きしてますからねちょっとスピードがマッカラムちょっとついていけないところなんですね。マッカラムも相当早かったんですけどね、まあ、やっぱりちょっとスピードの差がちょっと今出てますね。そうですか。第4ラウンド終了しました。スピードの差が出ているという浜田さんだったんですがジャッジ点数でいうとやっぱりこのラウンドもですねロイ・ジョーンズのポイントにしたいと思います、ね、になりますか。というのはですねマイク・マッカラムのパンチもうほとんど全て外されてますね、はい、ロイ・ジョーンズのパンチはですね
軽いんですけど速くてまとめてますね、ええ、中にそのヒットしているのはあります。だからクリーンヒットの差ということで考えるとですね、ジョーンズのポイントにつけたいと思いますね。はい、今ロイ・ジョーンズが映っていますけれども、浜さん、はい、このロイ・ジョーンズまだタイトルはね、持ってるわけですけども、スーパーミドルのタイトルはどうなんでしょうね。ベストウェイトというとどの辺なんでしょうね。そうなんですね、ロイ・ジョーンズの階級を上げながらのボクシング比較してみると変わらないんですね、ですからその選手はどのウェイトでもできるというところもあるんじゃないですかね。例えば軽いクラスなんかだと2キロしかやれば相当違うんですけどね、やっぱ重いクラスの2キロとまた違うところがあるんで、ロイ・ジョーンズはそういった面で、ベスト8幅広く持ってるところあるんじゃないですかね。そうですか。第5ラウンドに入りました。 WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定12回戦です。ただ普段よりはやっぱりマッカラムのディフェンスがいいんで、そんなに強引には打っていけないところありますね。飛び込んでいきました。いいパンチだったですね。ジャブ2発から右ストレート早くてヒットしましたね。ボディースナッチャーがちょっとローブローしましたね、はい、ちなみにライトヘビー級というのは上から数えまして、ヘビー級から数えて重たい方からは3つ目ということになりますね。2人の軽量ですが 78.47 キロがロイ・ジョーンズ、79.38 キロがマイク・マッカラムです。だから80キロ弱ですよね、はい、お攻めていきます。コーナー決まりました。これをブロックします。余裕があります。ロイ・ジョーンズもう少し速いパンチ打てるといいんですけどね。ロイ・ジョーンズの動きの速さがあるんでまだ言い切れないですね。右が少し当たりました。マイク・マッカラムは49勝3敗1つの引き分けになります。考えてみれば初タイトル取ったのが10年以上も前ですからね。そうですね、84年10月です。もうずっと世界の第一線で頑張ってるんですよね。そうですね。ジュニアミドル、ミドル、そしてライトヘビー3階級制覇しています。そのライトヘビーもう一度タイトルを取り返そうというマイク・マッカラム。右から左、浜さん、今の当たってないわけですね、はい、真っ赤に攻めていきましたけども、ロイ・ジョーンズのですね、上、ブロックが、ま、ガードが前に突き出すんですね、それ邪魔になるんですよ。まあ、もちろん前に出すと打つパンチもまた打ちにくくはなるんですけど、打たれにくくもなるんですね。ボディ、そして左は顔面、ロイ・ジョーンズ。まあ、これまでマッカラム得意としてましたね、相手が右ストレート来た時にひょいっとスウェーバックして右アッパー持っていくっていうのは得意技ですね、ところがですね、ロイ・ジョーンズスピードがあるのとですね、目が速いですね、だからそれなんかもかわされてますね。カウンターのカウンターをかわされてるんですよね。すごい駆け引きが行われてるわけですね。第5ラウンド終了しました。このラウンドもジョーンズの、そのポイントですね。ランキングは1位です。 WBC のライトヘビーのランキング1位、 IBF のスーパーミドルのタイトルを持っています。もう先ほど竹谷さんが言われましたけどね、そのボクシングというのはリングサイドで見ると本当にすごい駆け引きやってるんですよね。目でフェイントかけたりですね、その右へ回る格好して左へ行ったりですね、ところがですね、それやはりリングサイドで見ると見えるわけです、うん、遠いと見えない、面もあるんですね。だから、まあ、こうしてその、まあ、エキサイトマッチなんかではそれはリングサイドで見てるような感覚に見えますね。だから今年もエキサイトマッチをどうぞよろしくということです。ありがとうございます。特に浜田さん、はい、マッカラムの方はその動きが分かりづらいですよね。まあ、そうですね。ただ本当に誰が見ても、誰が見ても、まあ、仮にボクサーとしましょうか、手本になるボクシングですよ。そうですか、はい、だからこれだけ第一線で10年以上もできるわけですよ、
まあバランスがいい、そして相手に打たせないから体にダメージたまらない、だからこれだけ長くやれるっていうのがありますね。12年も世界のトップにいますマイク・マッカラン。まあ頑丈なだけじゃこれだけできないんですけど、やっぱり異例ではありますよね。ああそうでしょうね、はい、ただマッカランも衰えてはきてますね、ええ、そのまあジュニアミドル、ミドル級チャンピオン時代と比べるとやはりスピードが落ちてきてますよね、うん、今なんかもうちょっとロイ・ジョーンズがダッキングするとすぐ左やっぱパンと当てますよね、はい、まあ、それをまたブロックしてるんですけれど、この辺の駆け引きっていうのはそのまあ非常に面白いですね。まあロイ・ジョーンズもですねマイク・マックルのうまさっていうのは感じてると思いますね、はい、こう自分のパンチが殺されてますからね。おっと早い、はい、あフェイントをかけます。皆さんジョーンズは引いて戦ってますよね割と。まあそうですね、普段とちょっと違う戦法ですね。それはマッカラムがやっぱり前に出ようというところがあるからなんですね、はい。それとやっぱりウエイトの重さというのはマッカラムのですよ、はい、体重の重さを感じてるんじゃないですかね。あなるほどね、はい、このクラスにおきましては何といっても先輩です。この試合のウエイトも足りません、足りないというか相手には及んでいません。ロイ・ジョーンズ何しろ下のクラスのチャンピオンです。しかしまあこの試合が行われる前からロイ・ジョーンズはね口の方も達者でして大きなことも言ってるそうですよね小泉さん。まあ口達者ですね、まあ、ホリフィールドに挑戦状を出したりですね、売り切りですからね。ただそのスーパーミドル級で好敵手がいないためにですねその大きく金を稼げる試合がなかった面もあるんですね。あなるほどね。ですから浜田さん、バスケットの試合を昼間にやってみたいとか、はい、あそうですね、ですからそういった面では相手との実力差を見せつけたところあるんですね。第6ラウンド終了しました。私はこのラウンドは、マッカラムのポイントにしますね。ちょっとロイ・ジョーンズがちょっと休んだような感じがありますね。そうですロープ背負って、まあ、実際当てさせてはいないんですけれど結構打たせてましたよね。今数字が出ていますがこれは打った数と当たった数のパーセンテージです。まあ、あれは参考にはなるんですけどね、まあ、毎度申しますようにですねボクシングというのはやっぱり当たったパンチの質なんですね、だからどれだけ です、ね、その有効打があるかそのパンチが効いたかどうかです。だから同じパンチ全く同じパンチでもですね相手がグラス上打たれ弱くてガクッと膝に来た足に来た、そしたらこれは有効打になるわけです、で平気の平座でですねケロッとして攻め返してきたら同じパンチでもですねそれは有効打にはならないんですね。WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定戦第7ラウンドに入ります。赤のトランクスがランキング1位のロイ・ジョーンズ、そして薄い水色のトランクスが空いています。今トランクスの色が出ていますがランキング2位マイク・マッカラン。このクラスに進出しようということでしょうかロイ・ジョーンズ。まあ、96年の1月におっと3番、今のはロイ・ジョーンズのスピード勝ちですよね。目が打てるっていうのはその速い目があるんでしょうね。この辺りも出入りしながら速いですね。出入りが速いですよ。しながら速くもハンドスピードさえも速い。まあ、回り込んで左フック真ん中通しましたね。この辺うまいですね。今膝を叩くような一回右腕をポンと
足の方に振り落としました。あれも一種のフェイントなんでしょうかね。あれもフェイントなんでしょうけどね。あれはね、たびたびやるとレフリー注意する人もいると思いますね。若いボクサーあんなことはやめてくださいね、マネルが。このコーナーに完全に入っているんですが、マッカルも攻め込んでくることができません。ロイ・ジョンのブロックが硬いんですね。だからどこを打とうか迷ったら間にそういう状況になってしまうんですね。ああ、飛び越えストレート、いきなり入りました。今のもおそらく駆け引きのその結果として入ったわけでしょう。左を出していきます。ちょっと傾きました、マイク・マッカラム。いや、ウエイト上げてもこれだけ絞れてるんですからね、ウエイトなんかね。まあ、ですから、何キロでやってもという自信があるんじゃないですかね。そうでしょうね。マッカラム疲れましたね。あ、そうですか。疲れましたね。ちょっとは踏み込みが鈍くなってくるんですよね。さすがに年齢を考えますとスタミナがそろそろ切れてくる頃でしょうか。第7ラウンド残り30秒切りました。まあ、どういうあれかはちょっと分からないにしても、ロイ・ジョーンズがあれだけ早く動きますからね、動きを見てどう打とうかというところでも疲れますからね。相手によって疲れ方違いますから。だから野球のピッチャーのボールでもそうなんですね。その最初から終わりまで速い速球投手もいますね。とか南東型でフワッと振ってるんですけど、手元でヒュッと伸びるタイプもいます。はい、真っ赤なスピードないように見えて手元では伸びるんですよ。スピードないんですけどね。ところ手元で伸びるからこれまで結構当たってきたんですよ。ところがそのロイ・ジョーンズは速いですよね。最初から終わりまで速くて、また加速度のつく打ち方してますから。だからまああれだけの筋肉してますからね、やはりそのスピードの出る体してるんでしょうね、ロイ・ジョーンズのラウンドです。はい、こちらはマッカラムです。ジャマイカ出身マイク・マッカラム。ミゲルさんがちょっと喋らなくなりましたねちょっと形勢不利ということなんでしょうかね。ミゲルさん勝つ入れるんですけどね。先ほどの右のストレートが入った瞬間リプレイがありました。もう選手よりも10セコンドの方が元気あるんじゃないかと思うぐらい大きな声で元気あるんですけどね。第8ラウンドです。まあ関西弁で面白いということはおもろいって言うんですけれど、いいですね、そのロイ・ジョーンズのそのボクシング、もろいボクシングですよね。まあそのパウンド・フォー・パウンド全階級通じてその、まあ、1位だ2位とだからそんな順位はないんですけど、まあそのトップクラスのうちの一人なんでしょうけど、なんかギクシャクしてるんですよ、体つきも、はい、ところがその、まあ、いわゆるバネがあるんですよね。この試合の前にご覧いただきました新しいチャンピオンになったジュニア・ジョーンズのような選手は、あれはどういうふうに言うことができますか、バネを。あの選手はバネがその比較的ないですね。あの選手はないというのは、特にあの試合の解説でも申しましたけど、脱臼して体が復元してこないですね。座りこう しゃがみ込んだもん、そこをジョン・マイケル・ジョンソンにその打たれましたし。ところがですね、あの選手は体は硬いんですけれど、そのストレートは伸びますね。なるほどね。第8ラウンド。あと体硬いと打たれたと聞くんですよ。それで打つときはもちろん硬いと強いパンチ打てますけどね。パンチの衝撃を全部もらってしまうんでしょうね。そういうことですね。はい、ああ、いい動きです。ずいぶん動きに差が出てきてしまいました。第8ラウンド。この辺右へ左へその動きながら揺さぶってますね。ロイ・ジョーンの下がりながら誘いながらのボクシングですけど、一方的な流れになってしまいましたね。マッカラムはですね、常にそのフェイントかけながらですね、
上下にジャブを使いながら真っ赤なものボクシングしてますね。この辺その2人のテクニックのそれと駆け引きですね、すごいですよ。この辺は当たってません。全部ブロックしています。あ、ブーイングが聞かれますよ。ロイ・ジョーンズもっと打ち合いって言ってるんですね。あ、地元フロリダ州の出身ロイ・ジョーンズ。あ、今のワンツーも速いですね、はい、避ける名人、そのマイク・マッカラムにパンチうまく当てますからね。やっぱりそれはスピードのなせる技ですね。第8ラウンドも終了しました。このラウンドですね、有効打もしないお互いその同じと見なしてしまえばですね、構成はマッカラムの方が取ってた面ありますね。ところがですね、私速いワンツーなんか当たったで、中にですねコンビネーションそのマッカラムに詰めながらその打ち返したパンチの中に有効打ありとみなします、だからこれあのマッカラムの失礼、ジョーンのラウンドしますね。そうです、はい、第8ラウンドまで終了しています。まあ、あの冒頭に若い頃の VTR の話をしたんですけれども、このマッカラムの若い頃というのは浜田さんどうですか、はい、かつて VTR の、ね、やっぱりこの選手は天才ですね。どういう動きをしました具体的には。もう紙一重で避けて、まあ、最初に出ましたあの右アッパー、相手のパンチを避けた瞬間に右アッパーが飛んでくる、ああいったのは超一流じゃないとできない技ですね。そしてやっぱりパンチを紙一重で避けますよね。この避けるだけじゃなくて吸収しながら打てる体勢、いつも打てる体勢のバランスを持ってるんですね。私はですね、あのマッカラムの出世試合ですね、アユブカルレ戦を思い出しますね。あのアユブカルレって言ったら日本へ来てあの工藤正史さんからタイトルを取っていった、まあ、あのまあ技巧派のサウスポーだったんですけどね、そのマイク・マッカラムあの試合の時ナックル返さないんですよね、構えたままワン、ツー、左フック、あるいはアッパーももう、ま、その返さないまま打つんですね、だから脇絞れたままですからもうモーションつかない打ち方してましたよね。その後はですねもっと強く打つためにナックル返した打ち方変えましたけどね、あの頃やっぱりそのアマチュアではやっぱりそれだけいい選手だったんだろうと思いますね。基礎がよくできてました。また同じ体勢が続きます、まあ、今のは、ね、10年も以上の前の話ですけどね、それがずっと続いているというのはまあ例外ですね。そうですか、まあ、確かにスピードを鈍りましたけどね、鈍りましたけどルイ・ジョーンズの強烈なパンチは全部避けてますよね。まあ、昔話ばっかりになりますけど、まあ、私はあのドン・カリーを左フックで倒したい、逆転 KO ですね、鮮やかさには本当未だにその覚えてますね。すごい試合でしたね。ところがですね、今何が欠けてるかというとスピードがなくなって、そしてスラップがないですね。スラップというのは当ててですねパーンといってパンチが返るその弾きですね、はい、だから真っ赤のパンチ当ててるんですけどそれほど効かないですね。左のダブルを放ちましたロイ・ジョーンズ、まさにスプリングバネの動きを感じさせますロイ・ジョーンズです。じりじりと追いかけてはくるんですがマッカラムの後がついていけません。一方このロイ・ジョーンズというのがですね、そのスナップがあるんです、スナッピーの打ち方ですね、ロイ・ジョーンズは27歳ですが、このロイ・ジョーンズ、まあ、オリンピックのメダリストでもあるんですけれども、どうなんですか、初めからこういう動きを見せたんですか。うん、今かなり手を下げてですね、もう、もう簡易化したボクシングしてますけどね、その、オリンピックの時はですね、もう少しそのオーソドックスなボクシングしてましたね。はい、さすがにそうですか、まあ、プロ入ってこのスタイルで成功してきたんですね、簡易化したムハメダリスタイルをやや入れ、そしてそのスピードでコンビネーション当てていく、それとチャンピオンになった頃というのはやっぱりパンチが9割方大きかったですね。そうです、接近されるとショートパンチ、今のようなパンチは打たなかった、まだ打たなかったですね、はい、第9ラウンド終了です。まあ、このラウンドも
あのロイ・ジョーンズのラウンドでね、まあ、あまた気合が入りました。This is it. Keep your chin down, hands up, and jab, 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 right hand to the body. You see those two right hands, but don't reach. Just try and stay. だからジャブジャブジャブ出して、そしてあの右をボディ持っていって、それで打ち返すと。で、これはもうアマチュアの試合じゃないんだっていうふうなことを勝ち入れてますね。さあ第10ラウンドです。 WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定12回戦展開は後半に来まして顕著になってきました。ちなみにですね、あのロイ・ジョーンズが今まで一番タフだった選手っていうのは、まあ、その打たれ強かった選手っていうのはですね、あの日本へ来て竹原慎二選手と戦ったホルヘ・カストロらしいですね。あやっぱりタフガイだったですね。そうですか。まあ、ちなみにですね、あのこのライトヒビキューというのは80キロ弱でしょう、ええ、竹原選手が取ったらあのミドル級 の, そのリミットというのは 72.5 キロなんですね。だから竹原選手が取ったミドル級よりスーパーミドルライトヘビーですから、2階級上のクラスが今戦われているタイトルマッチですよね。あ竹原選手も大きいですが、さらに大きな2人ということになります。いやーブーイングが聞かれるようになってきました。もっと打ち合い倒せっていうふうなそのプレッシャーじゃないですかね。あのロイ・ジョーンズに対してですね、もうペースがワンサイドになりかけてるんだからもっといけっていうその声援だと思います。だけど無理に行くとですね、ロイ・ジョーンズもパンチ食うんですよ。だからこういうペースでですね、フェイントかけながらパンパンパンと打ってはさっと動いたり、こういうペースだから今あのポイント取っていってるんですけどね。無理に攻めるとですね、マッカラムもそれはそのカウンター取ってきますし、ショートレンジでアッパーとかですね、カウンター当てますよね。あさあマッカラムもスピードを出します。やはりスピードに差があります。そうなんですね。真っからまた疲れました ね, ですね。ロイ・ジョーンズは元気ですね。まあ、いい元気ですね。いや本当に元気ですね。まあ、あの格闘競技ですね。特にボクシングでそのスタミナが大事だっていうのはですね、みんなスタミナ大事だっていうのは攻撃力にとってその 手を出すためにスタミナ大事だと思いますけど、防御においてもそうなんですね。疲れてくるとですね、前半だったら避けられたパンチがですね、避けられないんですよね。あ、来ると思って感じるわけですね。ところが体がついていかなくて食ってしまう。でスタミナっていうのはその攻撃面防御面両面で大事なんですね。おお、ダウンです。珍しいですね。やっぱり疲れですね。あ疲れから来て、避けきれなかったと。避けたつもりなんですよね、スウェーバックして。ところがロイ・ジョーンズのパンチがですね伸びてきて、だから大橋秀幸選手がですねリカルド・ロペスと戦って、そのガードの相手はスウェーバックしたんですけど、相手のパンチが伸びてきてちょっと腰砕けしてダウンした。あれと同じようなパターンですね。ゴング寸前のパンチでダウンを着てしまいました。レフリー偉いですよ。あそこでもうゴングに惑わされずにカウント続けましたからね、あれはルール通り あの最低ですね。早、はい、いパンチが入りました。はい、第10ラウンドにダウンがありました。マイク・マッカラム、こちらはダウンを奪ったロイ・ジョーンズ。これでポイントはもうかなりの差がついたかと思います。これまでですね、私は1ラウンド目と6ラウンド目マッカラム与えましたけどね、まあマッカラムの構成とってですね、ロイ・ジョーンズが動き回ってるようなラウンドをつけて、まあ
たかだか3つでしょうね、これまで。そうですか。ちょっとキャンバスに濡れて、滑るということですね、ロイ・ジョーンズは。ミエルさんが吹いてます。今、これ、レフリーの指示だから、これ、ラウンド中にセコンド入ってるんですけどね。あれ、入ると怒るレフリーもいるんですよね。入るっていうのはどういう状態かっていうとですね、足の裏がリング内に入ることを言うんです。当たり前のことかもわかりませんが、だからセコンドよくキャンバス吹きますね。だからそれは下のロープから潜り込んで吹くでしょう。だからリング内に入ってはいけないんですよね。まだ滑る感じしますね。ああ、そうですね。ああ、コンビネーション見せます。上下のコンビネーション、マッカラム、うまさを見せます。疲れてスピードに鈍りましたね。そうですか。体上下動をしながらですね、マッカラムですよ、それで左で行くぞ行くぞってフェントかけながらですね、それで実際出すパンチはですね、左手振らずにその位置のままからスポンとジャブ出しますね。おー、やらせました。これで先ほどダウンを奪っています。引きながら攻撃するときには蜂のようにスッと出ていきます。まあこれだけスピードの差が出てくるとですね、真っ赤なパンチ出したときっていうのは結構危ないですね。そこにロイ・ジョーンズがさっきのような速いワンツー持ってきますね、特に右ですね。もうロイ・ジョーンズはそれを待ってましたとばかり捕まえるでしょうしね。随分スピードに差がこのラウンドあたりは出てきています。また右のストレート、普通は真っ赤な相手を誘い込んでやるところあるんですけど、もう逆ですね。今誘われて誘われて、それで打っていく感じのスピードが鈍くて、またロイ・ジョーンズに打たれてしまうと悪循環で、まあこれだけ疲れてしまって、そしてスピードの差があると仕方なくなっていますね。おーっと、左今反発しましたか。キックパンチじゃないんですけど、この野郎と思うと思いますよ今のは。そうでしょう。まず右から入りました。左をその後5発6発7発でしょうか。そうですね、随分いきましたね。まあ、7、8発そのコンビネーション打ちましたね。実際あれ効かないんですけどね、ただ相手にとっては嫌なもんですね。もう数打たれたっていう気がしますね。11ラウンド目終了しました。このラウンドもロイ・ジョーンズがやっぱりスピードの差でですね、相手のパンチを殺しては自分のパンチを当ててますね。ちょっと差が開く一本になってきました。あとはラストラウンドを残すだけです。ロイ・ジョーンズ、まあ、ロイ・ジョーンズがなぜ倒せないか、まあ、ダウン取りましたけどね、9ラウンド目ですかね。やはりまとめ方が甘いですね。で、相手が避けるのうまいせいもありますけれど、強いパンチを叩き込んでない面もありますね。ハンドスピードの、 その手打ちパンチでその相手スピードで翻弄してますけどね。でロイ・ジョーンズのパンチがその効くときはですね、体のしなやかしたですね、伸びるパンチですね、特に左フック、あるいは右ストレートの打ち込むパンチ、そのフォロースルーを効かせたパンチがこの試合少ないですよ。これまでですね、あ、このパンチが当たるや倒れるなっていうパンチあんまりないでしょう。ただしその当てる、うまくは当ててますよね、これだけ老下な相手に、はい。さあラストラウンドになります。 WBC 世界ライトヘビー級暫定王座決定12回戦、ロイ・ジョーンズ対マイク・マッカラム。一回り離れた同士の対戦、27歳と39歳、かつて3階級を制覇した男、そしてこれは3階級目というロイ・ジョーンズ。お、立ち上がりました。観客席でですね、なんかトラブルがあるんでしょうね。これラストラウンドなんですが、場内騒然としています。これはロイ・ジョーンズもちょっと自分のパンチでこっちに釘付けしなければいけません。
もう毎回言いますけどね、ボクシングのお客さんというのは変わってるんですね。高いお金払ってですね、このそのボクシングの試合見に来てるのにですね、客席内でですね騒動があるとそっちの方を見るんですね。まあそれはお客さんの自由ですから。プレッシャーかけてきてますね。あ、出てきています。ベテランの意地ですよ。それはこのラウンド取ってももう勝てないでしょうし、倒す力はないんですけど、このラウンドは取ってやろうっていう息が見えます ね、 そ う、 ですね。そういうところが息の長さでしょう。あ、振り回しながら当てていきます。だからボクシングの中にですね、そのガッツって言いますか、精神ですね、根性っていう面を見る人もいるでしょうし、ボクシングの中にまあサイエンスですね、技術、そういうサイエンスを見る人もいると思いますけど、この試合にはもうフルにサイエンスが詰まってる感じがしますね。駆け引き、そしてだからロイ・ジョーンズがその攻め込めない、畳みかけられないっていうのはですね、マッカラムがやっぱりうまいからなんですよ。ラストラウンドの終わりなく、ちょっと一言ロイ・ジョーンズの不満を漏らしますとね、スタミナないとは言いませんけど、もっとスタミナ鍛えないといけないんじゃないかと思いますね。勘もいいし、それでバネもあるんですけど、ちょっと休み休みのボクシングですね。あー、見逃しました、腹下した。やっぱり疲れてますよ。あー、しかし倒すことはできませんでした。試合終了です。このラウンドも上位ですね。はい、点はだいぶ差がついたのではないかと思います。さすがにロイ・ジョーンズも疲れたというような表情を最後は浮かびました。私はですね、1ラウンド目と6ラウンド目マッカラムに与えました、はい、118対109ですね、はい、一つそのダウンがありましたから10ラウンドですかね、だから118、109、9ポイント差、まあ文句なしの判定だと思います。はい、さあジャッジはどういう点を出しますか。これは6人いるんですが、もちろん正式に採用されるのはこれは、フロリダ州の3人目ですね。はい、リングサイドで座ってるそのジャッジですね。記者席、プレス席にいます WBC のジャッジは、まあ、参考記録ということになるんでしょう。注目されます。Ladies and gentlemen, Judge Paul Herman, Judge Jay Cassis, and Judge Rick Bays all score the bout 120-107. 120対107、三者ともですね。はあ、フルマークですね、三者とも。一方的です。Jones Jr. 圧倒的な3対0。ロイ・ジョーンズ、これで3階級制覇、しかも2つのベルトをいっぺんに手に入れたということになります。手に入れているということになります。ダブルタイトルホルダーということになりますね。この時点で階級が違いますけども。そうなんですね、団体も違います。これまでボクシングの不分立としてですね、同じ選手がその2つ複数の階級のタイトルを取った場合、必ずどっちかのタイトルをですね、2週間以内とか、それ選択して放棄しないといけないっていうんです。ところがですね、このロイ・ジョーンズはですね、両方ともその防衛続けたいって言ってるんですね、はい、本当はこんなこと許されないんですけど、別の団体でしょう、これ IBF と WBC、おのおのの団体がですね、ロイ・ジョーンズを自分とこの団体のチャンピオンに置いときたいっていう背景もありますね。人気者ですからね、はい、ご覧のような戦績になりました。ロイ・ジョーンズが王座を獲得しています。